タチャハオ、こんにちは、シャンメイです。本日もマージマンション兼コンビマンションやっていきたいと思います。さて、迷宮を進めつつ、イベントもやっている現状でございますが、あ、ちょっと待ってよ。なんか、ドロップしてるかもしれない。読み込みが長い。あ、なんか不安になるな。この辺はいらないな。何をやりかけて、あ、ドロップするな。ちょっと待ってよ。もういっぱいいっぱいなんだよね。よし。とりあえず花瓶を収めよう。すごいなんか読み込みかかるんだけど、スマホがなんかメモリ食ってるのかな。新しい花瓶を置く。で、きたー。花を飾る。で、ほんほん。ちょろいっすわ。先にこっちを収めてきますかね。まずはそろそろお昼ご飯にしようかな。ちょっと待ってよ。なんかドロップする。でもまあこれぐらいか。ニスを二度塗りしなきゃなくなったよ。ネジの最大のやつはもうなくなった。どうするかな。どげんかせんといかん。意味もなく芍薬の花が最大になってしまった。じゃあまず空っぽにするか。ちょっと待ってよ。これはね、意味もなく作った熊で何の意味もなくね、使うかも、どっかで使うかもと思って。まずメインタスクいきますか。これ空っぽにしよう。今何をどこに置いても邪魔に感じる症状が出てるから。あ、違う。空になったので半端だな。542っていう。これで壊れ、違う、枯れたツタを取り除く。次は、まあこれの次だからいけんことはない。ちょっと待って、何をどこに置こうかなってね、ずっと悩んでるんだけど。まあ、とりあえずメインからやっぱやりますかね。たたたたと。手袋も残量全、いや、ある。手袋はある。こんなになくてもいいか。回収。早くこれを最大にしたいな。11で最大だもんね。でまだまだ逃走だよね。10の下4しかないから、もうでもなんか何ヶ月後とかの話だよ多分。
これ、作りかけはなさそうだな。じゃあ作っていくか、一から。とはいえ、半端に作ってある物体もある。あ、2個揃ったから合成してもいいけど、ちょっと待ってね。ここでタップしている分にはね、永久にね、ネジは出てこないんだ。切ないの。待って、どの段階だっけ？ちりとりとほうき。次か。むむ。ちょっと待てよ。回収せざるを得んな。多分ね、あんまり意味のないものがね、盤面に出ているので、恨んでもいいものを売る羽目になるが。売るしかない。あ、これこそいらないよね。よし、これで、OK。面にしては、まあそんなに重くない。泥を取り除く。どうしておじいちゃんは暗号やパズルが大好きだったの？チャーリーのお母さんは第二次世界大戦期の暗号解読者でね。母親の英才教育の賜物だよ。暗号解読者？すごい。立派な人だったよ。大戦中はずっと仕事のことを秘密にしてたんだからね。母親からすべての知識を吸収したチャーリーは一流の暗号解読者になったってわけさ。とても気丈な人だったけど、あなたとは反りが合わなかったわよね、ウルスラ。そうなの？どうして？あ、合成してもうたやー。まあ、とりあえずブラシを作っていけば、OK。あとはブラシが。ブラシの完成を、待つのみ。次がブラシだね。これも早よレベルアップしたいな。9、7、5。ダメだ、遠い。よし。では、アーチを掃除する。回、これは、売るかな？使うとこないよね。使うとこはなさそうだ。売る。まあ、一旦ね、一旦。ハンマーか。作りかけ、なんかなかったっけ？ないか。なんか作った気もするけど。あ、でもこれぐらいか。レンガぐらいか、作ったのって。レンガだけか。まあどっちにしろ。手押し車ができないと話にはならんので、手押し車を作っていきたいけど、多分この時間中に作れないんじゃないかな。いらん気がする。ちょっと、売っとくか。もう最近
タコをさ、最大でなかなか回収できてないんだよね。経験値かお金か取っちゃって、結果これもいらない。経験値とお金を取るとイベントのアイテムなんてもう後回しになってしまうのだ。どれか取らないと無理なんだよな。正直上にある丸太とかも売りゃいいと思うんですけどね思うんですけど、なかなかね。次が手を絞る。19秒か。今日何の話のあれも用意してないな今日何の日かも調べてないし。いやあ、でも昨日ね、ちょっと今日、おとといくらい恐竜の日だったと思うんだけど、昨日だったかな、おとといだったかな、恐竜の日だったんだけどさ、なんか弟と恐竜についてちょっと話してたそしたらなんか途中からね、あのピラミッドについての話になってね、ピラミッドのロマンについてね語っとったかな。あの、ちなみに下の弟はね、恐竜についてはさほどロマンを感じてないらしい。いやーでもティラノさんがさ、ティラノレックスさん、ちょっと羽毛生えとった説がまた違うかもってなったりとかいろいろしてるっぽいね正直羽毛はちょっとねイメージとちゃうなっていう、ティラノさんサイドからしたら、あの羽毛があるなしなんて知ったこっちゃないって感じかもしれんけど、でも比較的、まあ氷河期その後来たけどさ、比較的寒かったんなら、まあ羽毛生えとった説は結構有力ではあるけどさ。87まで来たよ。どうする？一回ここでやめとくのもありかな。で、多分ね、あ、これ途中で切れるよ。この4は。レベル4は。上のタスク行くか。これはもう後だな。よし。じゃあ、ネジが出ないと思うので、まず下のタスクからだな。電球を、プリーズ。でも電球もまあまあ、エネルギー使う。あ、そうか、この段階がいるんだった今完成形を作ろうとしてた。パイを食べて栄養補給。今アホなことやったな。今完成形を作ろうとしてしまった。これさ、どう考えても邪魔だから作るか。タップしすぎた。もう作るか。これ一応置いとこう、せっかく作ったしえ、こういうことしとるもんでね。3456、今6個出したね。6個出したよ。どうするかな。ちょっと6個出した状態で置いとくか。この6個出したっていうのを忘れる可能性が高い。で、今口に出すことでちょっとでもあの記憶をね保持しようというね、
涙ぐましい努力ですね。じゃあネジの方だね、作っていこうか。作りかけがなかったっけ。あれ、作りかけがあったような気がしてたけど、なんか収めちゃったんだっけぽいな。じゃまず、うん、下の方ができるかな。上のは無理だよね。さてこの状態で下のタスクはいいけど、ちょこっとお昼寝1しか進まないけどね。よし、さ、作業を再開しましょう。うん、一見すると作業はあんまり進んでない。このレベル1のをね、いくつか持っとくとね、やっぱねペンキはいいですね。なくなったね、レベル1のペンキ、ペンキ缶。うーん、どうすっかな。なんかね、使わないものはしまってときたいんだけど忘れそう、忘れそう。あと1個入るけど何もかも忘れそう。じゃあもう1個のこっからが本番用の方を作るか。これをね仕上げればいいから。ぴったりいかんものですな。こっからが本番よ。わーい。ネジが出ないな。とりあえずこっから出すか、まずは。すぐ終わるよね、こんなの。どうすっかな。速攻で終わるよね。あ、もう、もったいないからな、ダイヤが。作りかけはなかったっけ。まあしまっとくかな。えい、あっという間に終わってしまうんだよね。まあもう一個出すか、貨物船を。でも多分足りないよね。ギリギリか、それか。あ、多分奇数になるねこれ。一回売ろう。ネジ。あとは。貨物船ってどうだったっけ、分解するっての聞かなくなったんだっけ。それまだされてない。ちょっと忘れちゃった。なんかね、あふれでハサミで切ってもう一回合成ができなくなったのかどうだったのかを忘れた。なんかアプデが入ってその辺どうかなるのかっていう
噂だけ聞いてて、どうなったんだろう。まあどっちにしろ貨物船も街だしな。まあこの辺も回収しちゃうか。でこれ、もうこれ出したらもうやることないよ。あとは町かな。あと1個空いてるけど、さあどれをしまおうって言われてもうーんっていう。ちょっとアイテム回してっかな。体力ボックスが、あ、全部埋めたらダメだ。ちょっと待ってね。なんか売り飛ばしていいもの、売り飛ばしていいものください。これがもうちょっとでドロップするぐらいか。他特に椅子とか必要とされてないけど、なんかこれ上か下のタスクどっちかクリアしたら椅子が必要とされるんじゃないかという予感がするが、これ出して合成しちゃうかな。これね、緑もあるし、で赤もあるけど、一回4時間4時間で置いとくかな。8時間と今4時間4時間があります。使う機会はあるのだろうか。いや、どっかであるんだろうけど。あ、これ出してっか。これね、手袋は売る。微妙な、こんなとこかな。これもまあ一回売って、これが欲しい。このね、半端だった体力がもうちょっと。しょっぱ、いっぱい、しゃあないか。手押し車が次なんだけど、おそらく残りのではいけない。仕方ない。あ、これがあと5秒で回復するよ、貨物船が。そしたら下のタスクはいけるか。テラスのね、床板ができるらしい。よし、これで。あーあーちょっと回収しちゃおう、とりあえず。で、テラスの床板を完成させて、あ、とうとうこれを使う時が来たな。待ってよ。よいしょ。この残っていた椅子を多分作るために残しといたやつだな。必要なパーツを取り付ける。あ、まあこれもいけそうかな。あ、でもペンキ箱は裏から出さないとな。裏というか見受けといいから。あともここタップしてるとたまにネジが出るよぐらい。ハンマー、どうしよう。1回ぐ
らい回復してもいいかな。しちゃうか。あ、たまにね、あのがっつり出るときあるからね。うん、回収。あ、階段状になったな、どうしようか。とりあえず。で、ペンキ缶。まあ、これまた埋めといて。埋めといて。1、2、3、4と。じゃあ、ちょっと回していくか。ペンキ缶も普通にあったはず。ちょっと待ってね。うん、まあ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 6、7、8まで揃ったよ。だが、まあ、5タップじゃない、5個埋めて回していこう。あ、体力箱まだあったか。ウェルカム。あ、出るものがしょっぱい。あー、ありがとう。うん、まあまあまあ。いや、でもあそこでダイヤ出されたらそりゃ交換しちゃうよね。ダイヤ8でくれるよって言ったら交換しちゃうかな。ね、待ってよ。ちょっともうちょっといけるか。6555555じゃない。ちょっともうちょっと回していこうか。1234と。ね、いるのがペンキ缶なので、ペンキの箱を本来はね、ちょっと回していってるんだが。あれ、ペンキの箱こんなになかったっけな。だいぶ減ったかな。いや、そうでもないと思う。なんか5、6個連続してあるところあったし、あるはず。意外とロッカーの箱増えてきたには増えてきたな。掃除道具というかね、だいぶ増えた。一時期ね、ゼロになってたから、ロッカー系のアイテム。あ、ハサミもらったっけ。じゃあ合成しとっか。待って、19でいっぱいだったっけ。1余ったな。なる。しょうがないね。19でいっぱいだね。まあ、ちょっと積極的にちょっと分解も使っていこうか。さすがに2つも置いとく必要性は多分ない。2つじゃない、2スタック。2スタックも置いとく必要性はなさそう。せいぜい1スタックあればいいのではない仮説。あれ、ペンキ缶？ちょっと待ってよ。記憶違いだっけ？なんかめちゃくちゃいっぱいで、あ、連続してあるところがね、あったはずだったから。ここかな？最大のペンキ。出た。結構テラスらしくなってきた。とはいえ、くれるのはね、イベント1、イベントコイン1なんだよね。で、ちょっと待ってよ。このスペースで
このスペースで戦うのは愚策だな。ちょっと待ってよ、1個しかしまえない。これもうちょい出すか。これでちょっと縮まった。これ一回ここ置いとくか。これも使うことがあんまり今んとこないかな。これ合成まだできないか。これ合成したい今すぐに。スペースを確保で、なんかドロップするよねこれ。周り開けとかないと、周り開けとかないとね、事故るというか多分消滅するんだよね、開いてないと。1個しかできそうにないかな、残りのタンカー。今2回出したっけ、タンカーからの貨物。4回出せるっけ記憶がない。確か4回だった気がする。3回でハサミ使えるかちょっと試してみるか。なんかもうすぐ壊れそうだみたいなコメント欲しいよねわがままっすかね。なんか次で壊れるぞって時にね、このちょっと見るともうすぐ壊れそうだみたいなねコメントがあると、コメントが追加されてるとね、ちょっとありがたい。どうしようかな。ちょっとランプを作るか。ちょっとスペース3つしまえるよ。何をしまう？この辺かな。電気。あとは多分出たこのスカラベがしまうことになると思うので、スカラベのスペースをちょっと置いときつつ、これね、スカラベもでもそんなに多分今のところ全くいらないであろう。一回ちょっとそっちに行っとってもらう。でもまあこの辺はあんまり連続しなければそんなに苦労せずに作れそうかな。でも2個3個って連続してきたらもう、あ、もう無理だってなるけど。じゃあ上出来ね。うん、上出来です。上下どうする。下の方が楽だと思うんだけど、下行くか。でちょっとこれ1個ぐらいなら出るまで頑張ってみる。1個のネジを、今たった1つのネジを求めて、あ、タップしています。よし、今回は助っ人がいる。
これも一周してるよね、タスク的には。準備はバッチリ。もうこれ一周してるな。で、ペンキ缶あったっけ。ありがとう、経験値。あ、ちょうど出るね。ロディとユリウスさんが手伝ってくれる。わーい。今 B カードかな、もらったの。ちょっと見てなかったけど。あ、でもありがたいね。結構 B カードくれるの珍しくない？この段階で。で、18までやるともう一個 B カードもらえる。とはいえ、B カード使い道にはね、ちょっと困惑してるんだけどね。我ながら。どこで使おうかなっていう。電球。出た。2人がいれば100人力。うん、金属ハンマー。ネジのレベル2か。出すか、これですな。もう地ならしは終わってる。うん、待ってよ。丸太。オッケー。次はこの場所を計測して。ペンキ缶レベル1はもうドロップ待ちだよね。ドロップ待ちだからどうしようかな。でもまあ間違いなくこっからは出てくるんだけどね。まあ、ペンキ缶ドロップ待ち兼このネジドロップ待ちすればいいか。で、残りの体力はこれは売っちゃって、残りの体力はですね、あ、どうしようかな。ちょっと待ってよ。いや、メイン多分残りのタップ数だといけないから、残りの体力でもうこれを永遠にタップしよう。道具箱、道具箱で、ネジ待ちです。永遠にネジを待つ時間。あの、録画内で出なかったらもう裏で作っときます。うん、意外と出ないな。ちょっとやったら出るかなって思ったけど、1個ぐらいは1個も今んとこ出ない。お、2個出た。1回合成しよう。1回ね、とりあえずあのネジが出るまで。1個目できたね。1個目ができたけども、ペンキ缶が出ないとね。ペンキ缶が出ないと、あれ、こっから出るんだよね。ここから出るかすらも不安になってくるレベルで、今ペンキ缶レベル1が出てないのですが、終わったな。じゃあ、また残りは、ちょっとまた、やっときますかね。というわけで、上下タスクとメインタスク、クリアできる状態にして次回スタートしたいかなと思います。では、ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。